私イタリアで仕事してていつも思うんですが、建築現場5時に終わったらみんな楽しそうに帰っていく。日本の現場はみんなシューンとして綺麗な格好して出てくる。どっちがいいのかなと。でイタリアは国は潰れてると言われてますけども、個人は生きてますね。やっぱり長い伝統の中で、やっぱりよく生きることを、そうね、あの国は考えてますね。ベネッセっていう名前を作った時にラテン系の名前がいいって言ってそれつけたんですよ、うんうん、もう今スペインとかイタリアとかね、ああいうラテン系の人って、うん、で酒は飲むし、うん、男女好きだしね、うんうん、でうまいものはあるし、うん、で、まあ、何よりもやっぱり文化の蓄積があるじゃないですか、うん、だからそういうねその感じにしたいと思った。だからそういう面でね、もう文化の果たす役割ってものすごく大きいと思ってるの、うん、本当にその苗島の開発をやったからベネッセという考え方が生まれて、人間が大事だと、物とか情報とかね IT とかそんなもんじゃ、あんなものは所詮手段に過ぎるのだと、やっぱり人間が一番大事だということを感じるわけですよ。だからこの苗島いう島もね、人たちも犬島も出島の人たちもみんなねよく生きてますね、みんな楽しく。私も東京行ってみて思うのは、ここではというのはみんながね必死に働いてるけどみんな疲れてると、まあ見てるとすごいですよ。もうザーッと目的向かって走ってて、まだ目的向かって会社に帰ってきて、まだ長時間かけて家帰ってるという。地方都市の方が必死に働かなくて、そんなに経済力ないけども結構自分の生活を持っとると、うん、そっちが大事なんですね。そうそうそう、自分の生活を持ってないとね。そうそうそう、あだから単純なんですよ。そういう要するにもうやっぱりその幸せになるにはね、幸せなコミュニティに住まないと幸せになれんって言ってるんですね、うん、で幸せのコミュニティってどういうコミュニティかって、やっぱり宗教はあの世だとか言うらしいけども、うんうん、あの世に行ってよかったって帰ってきた人僕会ったかもしれませんからね、まあ、あるかもしれんけど、まあ、この世でそういうの作りたいと思った。そうですね、まあ、もう年寄りの笑顔がいっぱい溢れてる、うん、そういうね場所にしたい。それを現代美術を使ってやりたいと思ったんですよ。だから、うん、まあそれは意識して作ったんですね、うん、そのこの世に極楽を作るって、うん、もう世界で初めて作った。